こんにちは、アシア人のアシアライフニュースです。今回は見た目も味も美味しい人気のエスニック料理のお店を2店舗ご紹介します。まず最初は芦屋市川西町にあるバンタイ芦屋店です。タイ人シェフの本格的なお料理が味わえるタイ料理のお店で、平日のランチでも開店と同時に予約客でお席が埋まってしまう人気ぶりです。人気のランチは本日のカレー、バジル炒め、タイの焼き飯、本日の麺、タイの焼きそば、本日のスペシャルの6種類からメインディッシュが選べて、スープ、サラダと小皿2品、デザートまでついています。目の前にお料理が届くと各テーブルから歓声が上がります。お料理には華やかに飾られたお花がたくさん、ついつい撮影してしまいます。このお花、すべて食べられるエディブルフラワーなんです。色鮮やかさに感動していたら、今は暑さでお花の種類が少ない時期なので、もっと華やかになる時もあるんだそう。この日のカレーはココナッツミルクのイエローカレー。具材は鶏、豚、エビから。辛さのレベルも選べます。全体的に辛めなので、辛さに弱い人は1を選ぶのがおすすめです。カレーはココナッツミルクのマイルドさの後に旨味のある辛さがやってきて美味しい。野菜とお花たっぷりのサラダは小鉢料理やカレーと一緒に食べるのがおすすめ。完食するとかなり満腹になりました。美味しさと華やかさで芦屋マダムに大人気というのも納得。6種類のメイン料理をすべて食べてみたくなりました。人気のランチは予約が必須。ぜひ目でも舌でも楽しめるタイ料理を味わってみてください。次は欧風カレーとスリランカカレーのお店、ピーツカレーです。こちらは茶屋野町で人気のお店が2024年春 JR 芦屋駅直結のラポルテ東館1階に移転してきました。今回はスペシャルランカプレートのチキンをいただきました。スリランカカレーは十数種類のスパイスを使った野菜たっぷりでヘルシーなカレーです。スリランカ現地のお母さんのレシピを参考にしているのだそうで、まさに本場の味。彩りの綺麗さにも思わずうっとりしてしまいます。上に乗っている丸いパニプリテパドはパリパリ食感を味わうためになるべく早く食べるのがおすすめ。合わせるご飯はインドで香りの女王と呼ばれるバスマティ米。おすすめの食べ方はまず少しずつ味わって、次にライス、カレー、副菜を少し混ぜながら味の変化を楽しみ、最後は躊躇せず全てを混ぜ合わせて複雑な味のハーモニーを堪能します。ホロホロの鶏肉や豆の食感、スパイスの味わいと紫キャベツのインドのお漬物、アチャールの酸味が混ざり合い、とっても美味しい。テイクアウトのお弁当も始められ、店頭の自動販売機では近々冷凍のスリランカカレーのセットや欧風カレーのルーなどが販売されるそう。本場スリランカのカレー、ぜひ一度味わってみてはいかがでしょうか。よかったら高評価、チャンネル登録もしてくれると嬉しいです。感想やご質問はコメント欄にお願いします。次回もお楽しみに。